サムスン電子のスマートフォンと LG 電子の大型液晶パネルなど、韓国企業が生産する7つの製品が昨年、世界市場の占有率1位となった。報道によると、この日公開された2018年サービス占有率調査結果で、韓国企業が昨年、 世界市場の占有率1位を記録した分野は全体調査対象74のうち、スマートフォン有機発光ダイオードパネル平面テレビドラムナンドフラッシュメモリーと大型液晶パネル造船の計7つ。今回の調査結果によると、サムスン電子を筆頭に韓国企業は2017年に続き、 昨年も半導体など先端技術分野で世界市場の占有率周囲を記録している。